洛紫舎現館前景洛紫舎は、京都市右京区の嵯峨野にある草庵である。松尾芭蕉の弟子、向井去来の別荘として使用されていた場所であり、その名の由来は、硫黄の周囲の柿が一夜にしてすべて落ちたことによる。芭蕉も3度訪れ滞在をし、嵯峨日記を表した場所としても知られている。去来がこの草庵について書いた洛紫舎の記がある。硫黄の庭には40本の柿の木があり、日頃去来は人にこの硫黄の管理を任せていた。ある時頃、去来がちょうど在庵中に、都から柿を扱う老商人が訪ねてきて、庭の柿を一貫分を出して買い求めたので、去来は売る約束をして、代金を受け取った。しかしその夜、嵐が吹き、一晩にして、柿がすべて落ちてしまった。翌朝来た、老商人がこのありさまに呆然としつつ、代金を返してくれるよう頼み込み、去来はこれを不憫に思って、柿の代金を全額返した。この老商人が帰るにあたって、去来は友人宛ての手紙を託し、その中で、自ら、洛紫舎の去来と称したという。去来は、貞享2から3年頃に、嵯峨野にあった、この家を入手した。もともと豪商が建築したものである。芭蕉は、1689年以来3度にわたって、この家を訪れた。特に1691年には4月18日から5月4日までと長く滞在し、嵯峨日記を表した。このほか、野沢凡兆とその妻、羽紅、去来が訪ねてきて一つの蚊帳で5人が一緒に寝たりしている。現在の湯は1770年に俳人、井上重工により再建されたものである。この場所は、広重寺の跡であった。また、明治初年にも再興されている。現在の湯の裏手には去来の墓がある。現在は、公益財団法人洛紫舎保存会によって保存、運営がなされている。2008年12月1日から2009年9月末まで硫黄の大規模な修復工事が行われた。申し込み制で継庵が区会席として利用できるようになっている。フォークデュオタンポポの楽曲、嵯峨野さやさやの2番で雨の洛紫舎、田んぼ道と歌われている。ありがとうございます。